ニュースをお伝えします。偉大な金正恩国防委員長の不朽の著作を年代順に体系付け全面的に集大成した不滅の金日成金正恩主義の全書である金正恩全集第42巻が朝鮮労働党出版社から出版されました。全集には金正恩国防委員長が主治77年1988年4月から7月までの間に発表した歴史的な結合、演説、感謝文など42編の著作が収められています。著作には金正恩国防委員長が現地発展の要求に即して党の統一団結を一層強め社会主義建設のすべての部門で大功を見取るとの戦いの行く手を示した優れた思想理論が集大成されています。朝鮮労働党中央委員会がベトナム共産党創立92周年を祝ってベトナム共産党中央委員会に花籠を贈りました。朝鮮労働党中央委員会からの花籠をベトナム駐在朝鮮臨時代理大使がベトナム共産党中央委員会対外部の関係者に手渡しました。2日、国家設計総局の創立10周年記念の集いが行われました。関係者と国家設計総局の従業員が集いました。国家設計総局カン・ゴンギル総局長が記念演説を行いました。記念演説は敬愛する金正恩総書記が主治101年2012年2月1日国家設計指導局を設立し建設の飛躍的発展を遂げる上で中枢の役割を果たすよう細かく見せられた。総書記の正しい導きは国家設計総局の従業員が建設の大繁栄期を開くためその先頭に立って成果を収めるようにした原動力となった。従業員皆は首都建設の全盛期を引き続かせ地方が移り変わる時代を開くためその使命と本分を忘れず一層踏んで努力して共和国の復興発展に貢献しようと述べています。人民経済の各部門で成果を収めています。特徴地区炭鉱連合企業所セナム炭鉱では屈伸を先行させ設備の稼働率を高めて石炭の生産を増やしています。アンジャポンプ工場では設備の稼働率を高め加工量を増やすための技術上の対策を徹底させる一方高能力の新型プリンターを開発し、ラット生産できる土台を構築しています。京ガモセメント工場では、原料の保証を優先させ、原料の配合レートを科学的に定めて、製品の質を高めるとともに、生産工程の組み合わせを綿密にして、セメントの生産を増やしています。ファンヘ製鉄連合金融所で、鉄鋼材の増産に励んでいます。金融所では、生産のメイン工程である炭素熱保航路の稼働率を高め1月の生産計画を達成しました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はカンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。育苗場を訪れて森林は国の貴重な資源で富です。国はすべての山を緑豊かな宝の山大物山に変えるため敬愛する金正恩総書記は労区の限りを尽くしました。その労区は各地に建てられた育苗場にも及んでいます。総書記は苗木の十分な財産を森林造成のキーポイントとみなしました。1904年2015年12月金正恩総書記は国防省第122号育苗場を訪れました。育苗場の各所を見た総書記は森林復旧は万年の計の愛国事業で10年先を見越して行うべき長期的なことなので 1,2 年木を植えて成果が目立たないからといって気を落としては絶対ならないと言いました。そして今日育苗場を訪ねてきたのは科学家、金融家、集約家が簡単に実現した国内の育苗場のモデルに変えるためだと強調しました。この日総書記は
次の世代のために必ずやらなければならない。万年の計の愛国人のためだ。森林普及の成果のために進んで仕事を受け持って本当に気分が良い。まさにこれが生きがいで誇り幸福だと言いました。翌年5月、すっかり様変わりした育苗場を訪れた金正恩総書記は、昨年とは似ているほど打って変わったととても喜びました。その後、この育苗場をモデルに関温道育苗場、ハムギョン北道育苗場など現代的な育苗場が次々と建てられました。森林造成は現状が困難でも絶対先送りできないもので、国の遠い先々を見越して行う国家万年の功です。より素晴らしい未来をもたらそうとの金正恩総書記の気高い意図により、祖孫はさらに美しく変わっていくでしょう。育苗場を訪れて高大師と話しました。音楽がお好きなリスナーの皆さん、ご機嫌いかがですか。毎週木曜日のレギュラー番組お望み音楽の時間が参りました。偉大な金正日国防委員長への恋しさが募るばかりの2月が訪れました。国防委員長が誕生した2月、季節としてはまだ冬ですが、人々はこの2月は春と言っています。そうです、はい、世界の人々の熱い思いが込められた金正日花、山河を美しく飾っている樹氷の花を見ても、はい、朝鮮人民とリスナーの皆さんは国防委員長を心から忍び、暖かい春を感じています。ということで、今日はまず2月は春です、この歌をお送りしましょう。はい、チャーミョンスクさんが歌詞を書き、人民芸術家の称号を受けたチョンゴンさんが曲をつけたこの歌は、1990年、2001年に創作されました。ではまず歌詞をご紹介します。1番、森に樹氷花と咲いても、ラパバオサソフは春の色、テクトーさんの聖火の庭先で胸に感じる2月は春。2番です。赤旗なびく屋根の下、貯村の春はやってきた。希望あふれる国の未来、胸に迫る2月は春。3番。とはなる春を呼ぶ家に、人皆熱い思い寄せる。テクトーさんの太陽いつも仰ぎ、輝き続ける2月は春。この歌を女性読唱でお聴きください。
いつか東京都の小野高尾さん、小野高尾さんは、自分は山が好きで、テクトーさんに行ってみたい。光明母施設が近づくにつれ、テクトーさんのベースキャンプに生まれた金正日国防委員長の不滅の業績が一層忍ばれる。それで、金正日将軍の一生という曲を聴かせてほしいとのご要望を送ってくださいました。では今度は、小野高尾さんがリクエストなさった、金正日将軍の一生、この歌をお送りしましょう。はい。リー・ジョンスルさんが歌詞を書き、人民芸術家の称号を受けたリー・ジョンゴさんが曲をつけたこの歌は、1782年、1993年に創作されました。では歌詞をご紹介しましょうか。はい。1番、朝の施策は人民のため、夜更けの施策は祖国のため。繰り返しです。人民のため、祖国のため、父なる将軍、金正日将軍、一生を捧げる。2番です。梅雨を踏むその足跡、うちの庭にも残り、雪道かき分けるその足跡、祖国のいずこにも残る。繰り返しです。3番です。国中の大家庭へ帰り見て、大きな喜び抱かせる。険しい世の中見極めて、幸せのゆりかご守る。繰り返しです。こちらも電子楽団の女性独唱でお聴きください。
は春です。金正日将軍の一生、この2曲をお送りしました。一生涯身を粉にして国と人民、世界革命のために尽くした金正日国防委員長を熱く思い起こしているリスナーの皆さんと、素晴らしい音楽をリクエストなさった小野孝雄さんにお礼を申し上げます。では今日はこの辺で失礼します。皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。またお会いしましょう。